タートルレコードへようこそ。もったいないアドリブが上達しない練習法トップ5。これから発表するトップ5に当てはまっている方はなかなか上達せず伸び悩んでいる方かもしれません。今すぐ練習法の見直しをお勧めいたします。今回は上達しない練習法と合わせて改善案もご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。この動画はあなたの音楽人生をより豊かにするきっかけになることを確信しております。それでは行きましょう。アドリブが上達しない練習法第5位。派手なテクニックの練習ばかりしている。派手なテクニックとは、早弾きが代表例に挙げられる演奏能力が高くないとできない特殊能力のことです。はじめに、派手なテクニックはオーディエンスや共演者を魅了する素晴らしい技術だということをお伝えいたします。ですが、その練習ばかりしてしまうデメリットをお話しいたします。テクニカルな練習は、ある意味でアスリート的で、より早く演奏してやるぞなど、向上心のあるミュージシャンであるほど、テクニックの沼にはまり、そればかりを追いかけてしまうことがあります。例えば、野球にはホームランやファインプレーなど、目立つかっこいい場面がありますよね。派手なテクニックはそれと似ています。しかし野球は地味な送りバントや平凡なゴロアウトも含めてゲームが構成されていますよね。そして地味なシーンがあるからホームランやファインプレーが目立ちます。ずっとホームランを打っている野球ゲームは緊張感がなくて飽きてしまいますよね。音楽も同じで、心に響く演奏にするためには地味から派手まで様々なアドリブ表現が必要になってきます。プレイヤーとしてテクニックを磨くと同時に、自分を客観視できる耳を養い、ストーリー性のあるアドリブを目指しましょう。まずはストーリー性がないテクニックばかり求めてしまっているアドリブの例をご紹介いたします。 Take the A Train の最初の8小節で演奏いたします。たくさん音を弾くのは悪いことではないのですが、ストーリー性がないと飽きてしまいます。それではおすすめの練習法をご紹介いたします。自分の中で2人のソリストを作り、コール&レスポンスでアドリブを構成していくやり方です。自分の中で A と B の人物を作り、会話をしているように演奏していきます。それではやってみます。 A が弾きました。それに対して B が答えます。A がまた答えました。 B がそれに答えました。このように2人が会話をしているように音楽を構成していきます。このやり方を発展させてみます。このやり方は世界的ベーシストの中村康史さんが、これまた世界的プレイヤーのルー・タバキンさんに教えてもらったアドリブのやり方だそうです。コール&レスポンスをすることでストーリー性のあるソロを構成しやすくなると思います。アドリブが上達しない練習法第4位。同じようなキーで練習している。キーとは波長調などの調合のことで、ジャズではフラット系のキーが多いです。これは使用楽器の特性や調合の響きのイメージなど、様々な要因が関係しています。ジャンルである程度キーが決まっているのなら、同じキーばかりで練習していても大丈夫じゃないと思うと思いますが、ジャズでは一時転調で様々なキーが登場いたします。例えばボディ&ソウルのサビは D のキー、オールザシングスユーアーは E のキーが登場します。ジャズのアドリブでは様々なキーでアドリブを演奏する能力が必要となってきます。おすすめの練習法はテーマをエニーキーで演奏する練習法です。枯葉などの歌物系のテーマから、ドナリーなどビバップ系のテーマまで、様々なテーマをエニーキーで演奏することにトライしてみましょう。ドナリーのテーマをいろんなキーで演奏してみます。まずは原曲の A フラット。
ラット。今回は短めで演奏しましたが、テーマを最後まで12キーで演奏してみてください。エニーキーの練習をするときに移動度で感じることをお勧めします。移動度とはドレミファソラシドを相対的に捉える方法です。例えばキーが C のドレミファソラシドはそのままドレミファソラシドになります。キーが F のドレミファソラシドは音名的にはファソラシドレミファになりますが、これをドレミファソラシドと思って演奏します。ドレミファソラシド、こんな感じですね。これでフライミートゥーザムーンのテーマのメロディーを歌ってみたいと思います。キーが C から、ドシラソファソラドシラソファミ、キーが F、 ドシラソファソラドシラソ、続いて B フラット。ドシドシラソファソラドシラソファミ。こんな感じでドレミファソラシドを各キーに移動させてイメージしてみてください。移動度で考えると音楽の構造が格段に理解しやすくなります。アメリカの一部の教育では音名をドレミではなく 1,2,3 と数字で教えているところもあるそうです。これは移動度を想定した教育方法で、音楽構造を理解する上ではとても良い方法だと思います。アドリブが上達しない練習法第3位。コピーを譜面に書いて満足してしまう。ジャズのアドリブの耳コピーは大変ですよね。同じ部分を何度も聞き返して、やっとの思いでコピーして、譜面に書き写して、やっと完成できた！そこで疲れ果てて終わっていませんか？もちろんそこまでの作業はすごく勉強になり、得れるものはたくさんあります。コピーしたアドリブをさらに自分の体に染み込ませるには、ここからの研究が大切になってきます。まずコピーしたアドリブを演奏できるように練習します。ダイナミクス、音の長さなど細かなニュアンスまで完璧にコピーしてみてください。それを音源に合わせて練習します。音源とシンクロするまで何回もトライしてみてください。そしてアドリブがコピーできたら、共演者の伴奏も研究してみてください。なぜそのアドリブになったのか、それを考えるヒントがそこにはあります。これはアドリブではなくベースラインの話になるのですが、伴奏を研究してよかったと思えた例をお話しいたします。レッドガーランドの C ジャムブルースの冒頭のテーマのベースラインに C7 のブルーススケールにはない B の音が演奏されています。なぜその音をポール・チェンバースが演奏したかを自分なりに考えたのですが、テーマのメロディーがソとドだけで構成されているので、より自由なベースラインを選択したのではないかと想像しました。このベースラインは音楽理論では間違いとされている音を使用していますが、非常にユニークで素晴らしいベースラインです。実際に演奏します。冒頭のテーマ、2コーラス目の4小節を演奏いたします。どこがユニークかと言いますと、ここの音ですね。ここの音がブルーススケールに当てはめると、この音なんですが、ポール・チェンバースはこのように B の音をナチュラルで選択しています。 B ナチュラルというのは C7 スケールの中には含まれていません。テーマのメロディーがソとドのみで構成されているので、より自由なベースラインを選択しているのだと私は考えています。もう一度聞いてみてください。本人に直接聞くことはもう不可能ですし、この想像が合っているかどうかは分かりません。しかし、このように考察することが耳を育てる上でとても大切です。音階的なコピーとアドリブの背景を研究し、想像することまでセットにしてアドリブをコピーしましょう。アドリブが上達しない練習法第2。ずっと譜面を見て練習している。完コピの譜面やシーフなど常に目を使って練習をしている状態のことです。クラシック音楽など譜面の情報を大切にする音楽もありますが、ジャズでは耳からの情報が最も重要になります。
譜面を見ながら演奏していると、譜面に書かれていない音が聞こえてくると、間違っているように感じてしまうことがあります。そして何より、自分自身の演奏が譜面に書いてあることに縛られてしまって、音楽が発展しません。考える能力を目と耳に分散して使うよりも、100% 耳に集中した方が、より多くの情報が聞こえてきます。It could happen to you を様々なコード進行で演奏してみたいと思います。違うコードで演奏した時の反応速度が遅くなってしまいます。耳でコードを感じてみてください。仮にピアノとベースが違うコードを弾いていてもスイングさえしていれば違和感はないはずです。今からわざとバラバラのコードで演奏したいと思います。ジャズには間違いも正解もありません。自分の耳を信じて思い切って演奏してください。世界的サックス奏者のパトリック・バートレーさんと共演した時、他のバンドメンバーのオリジナル曲を初見で演奏することがありました。僕的にはその曲は複雑な構成の楽曲で絶対に譜面が必要だったのですが、パトリックさんは譜面を見ず、自分の耳を頼りに本当に素晴らしいアドリブを展開していました。目から鱗の光景でした。そしてその時、譜面を見ながら演奏していたら、音楽の形が整ったそれなりの演奏はできるけど、人の心を動かすほどのアドリブにはなりにくいと気づかされました。今すぐ譜面を捨てることをお勧めします。そして耳で音楽をすると、コードの情報以外にも音色やイントネーションなど音楽の細かな部分まで聞こえる耳が育ちます。先ほどの野球の例で例えると、音色やイントネーションはキャッチボールやゴロの処理、素振りなど基本的な動作になってきます。プロ野球選手の試合前の練習を見るだけでもかっこいいですよね。難しいテクニックを使わなくても音色やリズムで感動を与えられるアドリブを目指しましょう。アドリブが上達しない練習法第1位。楽器の練習しかしていない。ある意味で盲点だったかもしれませんが、楽器の練習以上に大切なことがあります。それは音楽を聴くということです。楽器を練習している時間以上に音楽を聴く時間が大切だと思っております。自分の楽器にフォーカスしたり、他のパートを聴いたり、音楽理論と照らし合わせてみたり、いろんな聴き方で聴いてみてください。そして最終的にはそのフィルターを取り払って、目の前の音を純粋に聞いてみてください。情報としてではなく、生きた音として聞こえてくるようになります。素晴らしいミュージシャンに共通していることは、音楽を深く聞き込んでいて、プレイヤー以前に大ファンのリスナーだということです。勉強として聞いているのではなく、純粋に音楽が大好きで聞いています。深く聞いて頭の中に音色やスペースのイメージを作り上げます。そして出来上がったイメージを楽器で表現するために練習をするということが、素晴らしい音楽家になるために必要なことです。大切なことは、知識としてたくさんの曲を知ることではありません。目の前の音楽をフィルターを通さずに自分自身の感性で聴くことです。自分の感性で聴くということは、他人と違う感想になることもあるし、勇気と覚悟が必要です。それを少しずつ積み重ねることで、音楽家として個性や深みが増していきます。そしてこれまでやってきた練習は絶対に無駄にはなりません。いつか必ず役に立つ時が来ます。時間をかけて素晴らしい音楽家を目指してください。私たちも人生をかけて挑戦し続けます。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。